皆さん、こんにちは、海の声ご覧いただきありがとうございました。今日はですね、子どもの日5月5日、散歩コースでもある新川の方に、歌三線にやってきました。とても気持ちがいいですね。はい、今日は、子どもの日ということで、前回ですね、柏餅失敗したんですけども、2回作りましたね。1回目は失敗して、柏餅の葉っぱにくっつきました。2回目は、皮にはくっつかないんですけども、ですね、ちょっと硬かったかなって思いました。で、今日は子供の日なので、なんとなくですけどね、
あの赤飯を作ってみました。でそれも、赤飯も普通とあの違う炊き方したらちょっと失敗してしまいました。ですね、北海道の方では、赤飯が、小豆ではなくて金時豆なのかな、あのなんか甘納豆を入れて、あと色粉でちょっとね色を染めて、ちょっとね甘い赤飯が、どこかの、北海道の地域ではあるそうなんですよね。私の友達が、それをご馳走してくれたんですけど、最初は失敗かなと思って、今日ねあのこの新川に、歌さんしに来るときに、赤飯を、握って持ってきたら、ちょうどねあのいい塩梅で、ちょっと甘いのが欲しいときにね、あの栗の、甘露煮を、セールやってたの買ったんですね。それを、赤飯に入れて炊いたら甘くなっちゃったんですね。でそれで失敗だ失敗だってあの騒いでたんですけども、結構ねあの外で食べる分にはねすごくいいなと思ってます。あなんか失敗したんですけどね、あの成功だったんじゃないかなと思ってます。ですね、外三振は、相変わらず、歌は下手ですけども、免疫力がアップするような気がいたしました。はい、こちらねあのサイクリングの、道にもなってますのでね、動画撮ってる間に何台か撮ってきましたね。今日は、風があるんですけどね、あのとても爽やかな天気となっております。で今日でも、連休おしまいなので、やっとね普通の生活に戻れるんではないかと思ってます。はい、長い時間、ご覧いただき、ありがとうございました。それでは、失礼いたします。